いやーみんな、おはにちばんは、たかまるかまるです。さあ、今回、なんとへそ緒に、あのシリーズが初登場だよ。それがこれ。松犬。来たー、とうとう来たー。かわいいな、こいつら、ほんとに。で、特徴が、移動速度がそこそこ速い。HP と攻撃力がすっごく高い。そして期間限定のポイントアップスキル持ちと。やっぱ可愛いなこいつら。この6匹だと、やっぱ獣始末かな。推しとか関係なくて、単純にこの獣始末は可愛いよ。丸々としたフォルムに丸っこい目にペロッと出したちっちゃいベロがね、めちゃくちゃ愛嬌があって好きなんだよな。俺、松犬のぬいぐるみ全種類持ってんだけど、やっぱり獣始末が一番可愛いよな。今回は、こちらのステップアップガチャを引いていきたいなと思います。これか。今回はね、いつものステップアップガチャとは違って、今まではステップ5で1体確定だったじゃん。でも今回は、ステップ3も松犬が1体確定っていうね、すごいサービスだよな。というわけで今回はこのステップアップガチャやっていきたいと思います。さてと、まずガチャ詳細だよね。持ってないのが馬付きの騎士市松と、あと覚醒動物パジャマトドマツで、今回の松犬と。ステップ1の排出率はパレード、七福神、馬付きの騎士、覚醒動物パジャマが 0.2%、松犬が 0.01%、ヤシナアリタが 0.02%。じゃあ、とりあえずやっていきます。ステップ1。せーの。まあ、ステップ1でね、引くのは相当運が良くなきゃ出ないからね。1,2,3、あー、お粗末獣始末は来てないね。あ、星4、2人、どっちも1末か。1末1体目なんだ？パレード。そして2体目は？おー！やった、馬付きの騎士。これで馬付きの騎士は全種類コンプリートだな。馬付きの騎士。ちょっと吹っ飛ばされにくい。HP がそこそこ高いと。さあ、いいね。次、ステップ2、星4、2体確定。排出キャラは同じ。排出率はちょっと上がってんだっけ？パレード、七福神、馬付きの騎士が 0.71%、覚醒動物パジマが 0.72%、松犬が 0.01%、ヤシナレタが 0.02%。さあ、あ、そうだ、どうしよう、松犬誰来てほしいかな。やっぱ移動速度が速いわけだから、チョロ松、獣始末あたりが来てくれると嬉しいな。じゃあ、ステップ2引いていきましょう。せーの。ステップ2、星4、2体か。あー、獣始末が来てない。星4に4体来たな。まず、お粗末。あー、七福神、毘沙門天ね。で、一末は、パレード、チョロ末一体目。あー、七福神。で、二体目は、馬付きの騎士。まあまあまあね。さあ、ここよ、ステップ3、松犬一体確定、星4確定と。排出されるのも変わって、まあ、こんな感じかな。持ってないのは、ま、覚醒動物パジャマのトドマツと松犬。排出率は、着物が 2.73%、スイーツ、夏祭り、デート服、ギリシャ神話が 2.72%、パレード、七福神、馬付きの騎士、覚醒動物パジャマが 0.75%、松犬が 0.05%、ヤシナアレタが 0.04%。さあ、ここで松犬一体出るよ。さあ、誰が来るかな？
一体確定ってことは、一番初めじゃない、一番最後は、確定で松犬ってことか。じゃあ最後の方は見ないようにしよう。今ちょうど隠してるから見えないけど。十四松は、デート服、それから、チョロ松、デート服、カラ松、あー、ギリシャ神話。で、オソ松は、ゼウス、ギリシャ神話。で、これは、トド松か。デート服、で、カラ松、ギリシャ神話。で、そして、トド松、デート服、チョロ松、あー、七福神で、おそ松は、ギリシャ神話ゼウス。これでラストかな？おー！やった！チョロ松の松犬来た！いいねー。松犬、移動速度がそこそこ速い。HP と攻撃力がすっごく高い。いいねー。これは、タイムアタックとして使えるね。さあ、ステップ 4!松犬超絶確率アップ、星4確定。排出は3と変わらないか。さて、着物、スイーツ、夏祭り、デート服、ギリシャ神話が 1.7%、 パレード、七福神、馬付きの騎士が 1.93%、 覚醒動物パジャマが 1.96%、 松犬が 0.4%、 ヤシナリタが 0.1%。 さあ、ステップ4いきましょう。せーの。さあ、誰が、覚醒動物パジャマも揃えたいよな、トドマツ。トドマツが来てないね。十四松一体目は、七福神ね。で、カラマツ一体目、着物。そして、おそ松、覚醒動物パジャマ、から松2体目、覚醒動物パジャマ、チョロ松1体目、覚醒動物パジャマ、で、十四松2体目、パレード、チョロ松2体目、スイーツ、一松1体目、ギリシャ神話、ハデス、一松2体目、覚醒動物パジャマ、チョロ松3体目、着物。なるほどね。さあ、ラストステップ5、松犬一体確定。まあ、キャラクターも変わんないし、排出率も変わんないよな。変わんないね。さあ、こっからさらに松犬一体確定なわけだけど、誰が来るかな。チョロ松は来たからな。チョロ松以外のキャラクター来てほしいわ。これも最後が確定だろうから、最後のキャラクターは見ないようにしようっと。さあ、ラスト。十四松が来てくれると嬉しいな。十四松可愛いからな。さあ、なんだ？終わったな。まあ、こんな感じね。まず、一体目は何？おそ松のスイーツ。で、次は、カラマツのポセイドン。で、次は、カラマツのパレード。で、十四松のデート服。そして、カラマツのデート服。そして、一松の夏祭り。一松のハデス。それから、カラマツの七福神。そして、一松。覚醒動物パジャマ。そしてラスト、誰が来るんだ？あー、一松の松犬か。まあまあまあいいや。鈍速の一松にとってね、移動速度が速いシリーズは貴重だからね。結構今回から松一松多いね。よっしゃー、いいねー。年中の松犬が来たな。ふぅチョロ松、松犬、松犬を抱っこしたチョロ松。本を読んでいるところにおそ松がやってきてちょっかいを出すが、可愛い松犬に和んでしまう。ほっこりほわほわ。ああ、いいじゃん。
こう、お粗末がやってきて、あーいい、この光景いいね。結構珍しい、なんだろう、お粗末とチョロ末のちょっと和んでいる感じ、いいね。あーあー、この段ボールに入って、この段ボールも確か松犬なんだっけ、ちっちゃいやつだっけ、それが出た時になんかおまけでもらえるやつなんだっけ。でこれやっぱぬいぐるみなんだ、やっぱ生き物な感じに出すのは良くないのかな。いやー、ボイス脂肪がレアボイスか。僕に任せて。ちょっと待って、どういうこと。ちゃんとコミットしてよね。ぶっちゃけ楽勝だったね。僕らの実力ってこんなもんだよね。一松騎士かっこ馬付き、六つ子の4番目の騎士。一、あまたの激しい戦とくだらない冒険をくぐり抜け、立派なクソ闇騎士へと成長した。十四松に乗っているように見えるが、本人は馬だと言い張る。なんか大松さん思い出すな。どうして、すげえ、ジュシタウロスだ。あー、攻撃がこんななんだ。じゃあボイス、出撃やらやボイスか。誰が言っても同じだろう。で、攻撃、これでも食らえ。あとはよろしく。みんな頑張ればいいと思うよ。ああ、勝ててよかったね。どうせ俺らは負け犬ですから。一松松犬、松犬を抱っこした一松。松犬と猫を幸せそうに眺めているところにチョロ松が段ボールを持ってくる。段ボールに収まる松犬と猫が可愛すぎてもだえる。直視できずほっこりほわほわ。へえ、なんか抱き方優しいよね、一松。あー、いいね。もうこの絵、これいいね。松犬と猫ね。で、そこにチョロ松がやってきて。あー、いい。一松。いいね。で、ボイスは、あー、脂肪レアボイスなんだ。基本的に、松犬って。出なきゃよかった。みんな頑張ればいいと思うよ。ああ、勝ててよかったね。どうせ俺らは負け犬ですから。はい、というわけで今回は馬付きの騎士一松が来て、馬付きの騎士がコンプリートしたよっていうのと、松犬でチョロ松と一松が来たよっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。